レッツ開封していきたいと思います。それでは一つ目いきます。一つ目、超大人気シリーズの第2弾が出ました。これをずっと待ってました。あ、2つない2個ある。オープン。おお、黒いですね。今回はどんな音が鳴るんだろう。我が家のお湯張りボタン2、全4種類です。正方形のブラックですね。音は特に今の感じで書かれてない。これって全種類違ったかな。どうだったっけ。音楽鳴るんだよね。前回ノーリツのお湯張りボタンだっていうね、コメント、うちで一緒だっていうコメントとかね、いっぱいありました。今回はまずこのボタン、どこが鳴るか。呼び出し、呼び出しボタンだから呼び出しか。あ、ここじゃない、鳴らないぞ。ここ追い炊きか。お、追い炊きだ。追い炊きをします。あ、すごい。追い炊きをします。で、この辺りは鳴らないですね。追い炊きをします。すごー、これも実際の音声と追い炊きをします。一緒なのかな、どうなんだろう。前回これ音楽が鳴りましたね。追い炊きをします。ということで、これも追い炊きをしますか。一応開けよう。奇跡が起こるかもしれないんで、全然違うの入ってるかもしれないからねオープン。はい、あれ、このシールなんだろう。さっきシールついてた。あ、ついてる、ついてた、ついてた。え、何すんのこれ。シール、あー、危ない。これダブってないと、この付属のシール捨てるところだった。そっか、前回もこれあったわ。ここにね、貼るんです。そうだよ、これで辻褄が合う。39度なんですね今。だから追い炊きをします。追い炊きをね、したということですね。危なー、全然このシールのこと気づかなかったです今まで。危ない危ない。ということで、こちらも、あ、ならないぞ。ダブってよかったんじゃない。音鳴ってないもんね。で、今回のこのお湯張りボタンも電池の交換はできませんとのことです。追い炊きできません。よかった。でもこれもう初めから聞けなかったらショックだったから、一個でもちょっと聞けてよかったです。追い炊きはしません。しません。続きまして、2つ目いきます。2つ目、さあ違うの来い。コンプしたいんですけど、今回はね、合計これ3回ですね。3回このお湯張りボタンを挑戦してます。オープン。おー、長方形だ。ブラックの長方形をゲットしました。さあ次はシールが長い。お、40度、40度なってる。ここね、シール貼れました。さあ一個ずつ押そう。呼び出し、運転、風呂。 お風呂が沸きました。わ、これ絶対実際ありそう。お風呂が沸きました。今回追い炊きも押せないってことですね。一応ね、なんか押せる感じはするの。なんかね、押した感じはするんだけど、これですよ。お風呂が沸きました。うちこれっていう人ね、ぜひコメントください。うちこれなのっていう人、一緒なのあるのかな。お風呂が沸きました。我が家はこれだっていう人、ぜひコメントください。これめちゃくちゃ重たいです。ただこれはね、いろいろ使えそうだと思う。オープン。おお、リアル呼び出しベル、あれです。これも何かに使えそうじゃないですか。面白い。これはね、すごい、結
結構音鳴りますねこれ。うん、すごい面白い。4つ目いきます。4つ目、オープン。おお、なんかマイクがついてる。ミニ証言台×会見台マスコット2。これね、第1弾ほとんど持ってます。今回は会見台の B ダーク、これじゃない？マイクがね2つあった。おお、すごい。これも何かに使いたいな。めっちゃ可愛い。ここの前にフィギュアをね置いたりするとガチャガチャの可愛いと思います。このマイクは今ね何気なく触ったら動きました。すごい、角度がちゃんと変えられます。ということで、ミニ商店街じゃないミニ証言台×会見台マスコット2でした。5つ目いきます。5つ目、うわー、嫌な予感がする。これは組み立てる系じゃないのか。オープン、ザ・ブランコ。あ、またこういった公園系のが出てるのか。すごい、あ、意外とね全部ブランコなんですけど、こんなに種類あるのかっていうぐらいね。組み立てよう。あ、これね長すぎたわ。長いねこれ。3本とかなのかな。1、2、3、3本か。足りないね足がブランコ完成しました。かなりでかい。前回ゲットした公園のブランコよりもでかいです。ただね、ここまででかいと収納したりするときに困るんですよね。一回こう分解しなきゃいけないから、私いつも分解して収納しているんですけど、でかいな。複数合体可能なんだそうです、これがあると。で、ボックスパーツが付いている場合は小物入れやペン立てになるよと。ペン立てにもなるということです。すごい。6つ目、ちょっと行こうかな。きっとこれはねそういう系だと思うんだけど、違うかな。オープン。おお、なんか違うなんだこれは。獣美術館 CC 小僧2。なんてこった、ミアキャットです。ミアキャット、これは東京リベンジャーズの誠かな。いや、ただねトイレしてるだけでしたミアキャットちょっと乗せてみようか。にゃーこれ難易度高いよ。ここに乗りながらシーシーしなきゃいけないからね、難易度高い。おお、すごい、してます。ということで、本日のお気に入り発表したいと思います。本日のお気に入りガチャガチャは我が家のお湯張りボタン2です。本日もご視聴ありがとうございました。アジン TV の LINE 公式アカウントでは毎日限定動画を投稿しています。タイムラインのフォロー、アジンと友達になってくれる方は LINE の友達の追加をよろしくお願いします。